もっと鋭く。なかなかやるな。ちょっ、今からカッサマスだよ。痛いの痛いの。どんなショット。こんにちは、ドロシー様。またご案内することになりました。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。どこか見たい場所はありますか？人が多いところを見たいのですが、そういう場所はありますか？はい、でも皆さんまだシェルターで待機してるので、全ラプチャーを撃退した後、アークが安全だと判断されたらシェルターを開くそうですよ。2日ほどかかるそうです。それなら MMR と呼ばれる場所があると聞きましたが、そちらは見られますか？ MMR は機密施設なので出入りが制限されています。いいえ、中枢部には入れませんが、他の場所は一般人の見学もできますよ。あ、そうでしたか、知りませんでした。ミランダ、この間印刷しに行ったじゃないですか。はあ、思い出しました。はあ、では行きましょうか。はい、お願いします。ここがセシルの働いていた場所。思ってたよりつまらないわね。え？何でもありません。ここを見学するとどんな体験ができるのですか？アークの技術発展に関する歴史の説明と簡単な新技術の支援がありますよ。本来は毎日行われていますが、今はアークの状況が良くないので。あ、この画面を操作すれば簡単に体験できますよ。あの扉は何ですか？MMR の中枢へとつながっている扉ですよ。 MMR の中枢はアークの技術の神髄が集まっている場所なので、一般人は絶対に入れませんよ。私もあの扉を開けたことがないのでよくわからないですね。そうですか。2階に行ってみましょうか。2階にはここにはない自販機があるのですが、そこのアメリカンドッグが。あの、ポリー、私眠いです。え？それはずっと休んでないから当然。これはなぜ。ポリー、すみませんが私ちょっと。どうしてこんなに、アーク内で。お二人とも大丈夫ですか？ここから出てください。死んではいない。気を失っただけね。これはエブラ粒子の濃度が異常に高い。地上じゃないのにどうしてこんなことが。私が昨日以上を起こすほどの濃度が。中で何かが起きているようね。ノート、絶対に
念だったな。ここまでだ。じゃあこのまま行くぜ。命拾いしたな。数秒ばかりだね。みんなの衆、少しだけ耐えてくれ。リロードも恥ずかしいです。じゃあ幸運はいつも私たちの味方です。このまま行くぜ。どうぞ。じゃあ一番いいところで。命拾いしたな。数秒ばかりだね。みんなの衆、少しだけ耐えてくれ。じゃあ幸運はいつも私たちの味方です。飛んでくれ。命拾いしたな。同業ばかりだな。ちょっと幸運はいつも私たちの味方です。喜びすぎましたね。ここまでだ。皆の衆、心ゆくまで楽しむがよい。では早速一杯やりに行くとするかね。なんだ？お前、エデンのあれじゃね？どうしてここに？思ったより回復が早いんですね、ニヒリスター。回復？どうしてお前が知って？ああ！俺を裏切ったのはお前か！そうですよ。隙だらけだったので、あっけないほどでしたが。お前、撃つのがうまいな。うますぎて、欲しかったところにちょうど当たったぜ。わざと当たったですって。ああ、俺が死んだって思わせる必要があったからな。そうすりゃ、バカなアークの奴らが俺を解剖する気でここに連れてくんだろ？すぐに陽光炉に突っ込むべきだってのにさ。やっぱ人間は面白えよ。みんなバカで面白え。身の丈に合わない欲望にまみれていっつも失敗するんだ。ああ、でも荷物みたいにズルズル引きずんのはひどすぎるぜ。後頭部が擦れて痛かったぞ。次からは優しく頼むよ。面倒なことをしますね。ま、これくらいどうってことねえからな。詳しくは尋ねません。どうせあなたは失敗するでしょうから。そう思うのか？待って、あなた、武装パーツはどこへ？今頃気づくなんて鈍いね。
あいつらに食わせてやったのさ。すくすく成長しろってな。失礼します。今すぐ MMR へ出撃してください。突然 MMR の中枢部から超高濃度エブラ粒子が大量に散布され、スキャンができず詳しい事態を確認できない状態です。アークの勢力が MMR に集結しています。あなたも迅速な合流をお願いします。はい、ですから直通回線を使ってご連絡したのです。教えて。超高濃度エブラ粒子は今まで観測された回数が非常に少ないのです。そのうちの1回はヘレティック・インディビリアとの交戦中に観測されました。メティスとアブソルート連合により深手を負ったインディビリアは逃走後体を回復しています。そこで観測されたのが超高濃度エブラ粒子です。エリア内の全通信機器を麻痺させ、ニケの機能の大部分を停止させます。まるで時間を稼ぐための煙幕のように。そして MMR のアトラスケージに保管されていたマテリアル H はヘレティック・インディビリアの破片です。ヘレティック・ニヒリスターはそもそも MMR 中枢への侵入が目的で、死を偽装して目的地に潜入。マテリアル H を解放し、インディビリアとして復活させることが最終目的であったと推測されます。その場合、アークに2機のヘレティックが侵入したことになります。はい。最悪の状況です。アークは壊滅的な被害を受けるでしょう。ただし、ピルグリム・ドロシーが最後に確認された場所も MMR であることが分かっています。最悪の状況である場合、ピルグリム・ドロシーと合流してヘレティックを撃退してください。あなたと部隊員の付近にエブラ粒子の浄化シーケンスを集中させます。それでも濃度は高いと思いますが、機能に問題は起こらないはずです。ではお急ぎください。これ大丈夫なの？私たちアンチェインドもないじゃない。本当にヘレティックが2機もいたらどうするの？私たちずっと勝ってきたじゃないですか、ヘレティックに。うん、それもそうね。ラジャ、マテリアル H 肉眼で確認。エブラ粒子濃度も確認。ちょっと高いけど戦うのには問題ないわ。もう周囲を自分好みに変えてやるんですね。でもまだあの時の状態のままよ。ヘレティックにはなってない。最悪じゃないってことですね。MMR 付近でピルグリム・ドロシーと交戦中です。よし、じゃあ早く倒しちゃいましょう。はい、指揮官、始めます。エンカウンター。
シュ、少しだけ耐えてくれ。ノートン、そのところに訪れるものですよ。命拾いしたら数秒ばかりで、ミネの衆、少しだけ耐えてくれ。犬、ああ幸運はいつも私たちの味方です。痛くびすぎましたね。温泉を楽しみましょう。クリア。マテリアル H、 沈黙確認。ひとまず安心ね。じゃあニヒリスターを捕まえに。皆さん、ちょっと変じゃありませんか？何が？エニックは確かにアークの勢力がMMR に集結してると言っていたのに、誰もいませんよ。指揮官、エニックと連絡を。何よ、どうなってるの？何よこれ！周りの壁が崩れてます！ダミー。空間自体をダミーで作ったってこと？じゃあ、私たちが今倒したのは。時間稼ぎようね。遅かった。ニヒリスター、そこにいますか？久しぶりだな。具合はどうだ？お腹がいっぱいです。あんなにたくさんのニケを食ったんだからな。次から次へと集まってきたよな。私を食べてくださいって。もっと食べられますか？もちろん、ニケはアークにいくらでも転がってるからね。どれどれ、とりあえず俺らの前にいる奴らから食ってみるか？わかりました。そういえば、私の体、構築されたんでしたね。吸収機能はなくなってますよね。
触手の代わりに剣を振り回すなんてバカみたいです。まあ徐々に覚えていけば大丈夫だって。指揮官、あのヘレティックの尻尾を見てください。剣の形になっています。アニスとネオンはあれにやられました。音速以上のスピードなのでご注意ください。大丈夫です、まだ死んではいません。処置が遅れなければ助かります。はい、今のところはありません。メティス部隊とアブソルート部隊が合流中ですが、20分はかかる予定です。合流しても勝利は保証できません。1キロメートル離れたところで狙撃準備を行っています。久しぶりだな、人間。Oh my God, bro. Oh, hell no. アークで会えるなんて感無量だよ。楽しく元気に過ごしてたか。そりゃ残念だな。三人ですか。そちらラピでしたっけ。私をバックアップしてください。時間、いや、バックアップはあなたがして。何ですって。エニック。はい。アークから地上へ向かう射出用エレベーターの一番近いものをマーキングして、私とドロシーがヘレティックとトーカティブをそこに追い込むから、最高速度で地上へ上げた後、エレベーターとルートを爆破して。その作戦は実行不可能です。いや、できる。指揮官、必ず私を見つけてください。コード解放。サブジェネレーターを限界まで稼働。シークレットボディ、フルアクティブ。認識終了。コードネームレッドフード、フルアクティブ。活動限界時間まで10分。以降ボディの主導権を譲渡。十分よ。あなた、それは一体。行くわよ。ふざけたことを。何？これは一体。なんだこれ。何ですか、あなた。ありがたく使わせてもらうわ。
ここから出て行きなさい。ドロシー、行きます。私が遅れる。あとはお願い。地上射出用エレベーターオープン。射出します。エレベーター射出完了。地上到達。ルートを破壊して封鎖します。ヘレティック2機およびトーカティブをアークから排出しました。